第2章。でもよく覚えていてくださったのね、親分。お村はそう言って心持ち平次の方へいざり寄りました。少し斜め下から男の顔を眺め上げるのがこの女の個性的な美体でしたが、その複雑な流し目を一つ浴びせられると、平次は5、6年前のいくつかのシーンをはっきり思い出すのです。平次の女房になっているおしずはまだ両国の水茶屋で着身女をしておりました。着身女というよりは着身娘といった方がピタリとしていたでしょう。17、8の娘盛りで、うぶではにかみ屋で、平次が行くと慌てて奥へ隠れるという手に負えない引っ込み事案を、その頃はもう江戸中に響いた取り物上手の平次もどうすることもできなかったのです。そのくせ二人はお互いに惚れ抜いて、三日も顔を見なければ熱が出るほど焦がれているくせに、面と向かっては口を聞くことさえおぼつかないおぼこ同士の恋を歯がゆがって取り持ったのは、隣の水茶屋のこれも着身女をしていたお村という豊島でした。その頃お村は22、23に見えましたが、それから5、6年経った今でも少しの衰えも見せず、美しさに磨きがかかって男におっかぶさるような不思議な美体を持っているのは、美しい豊島の持つ魔性のような悩ましさとでも言うべきでしょう。あの頃は随分世話をしてあげましたね。おしずさんのお隣にいたから商売冥利で、それは当たり前の義理だけれど、悔しかった私は相手にもされないんだもの。もうその話はよそう。平次は大きく手を振ります。なんとかは親よりかわいいって言うじゃありませんか。少しは親孝行もするものよ。お村は悩ましくも身をひねって平次の膝のあたりをぶつのです。青い眉、黒い歯、おしでん模様のくぜつはことごとく平次を照れさせます。あんまり変わっているんで、お村と名乗られても気がつかなかったよ。どうしてまあこんなところにおめえは。吉原に身を沈めても38,000石の殿様に抱えられても、女の身売りに変わりはない。私はここへ来てもう1年になるけれど、随分罪を作りましたよ。大門もお歯黒どぶもねえ世界じゃないか。気に入らなきゃ逃げ出す資材はあるね。殺される覚悟ならね、篠志さんのように。まあ話せ、時代によっちゃ力になってやろう。平次は声を落としました。この一角に八五郎もおしずも隠されているに違いありません。頼りに見張らせましょう。どうせ蹴取られるに決まっているけれど、息のあるうちに五年越し憧れた銭形の親分を口説いてみたい。何をつまらねえ。お村はゆらりと立ち上がると、頼りを招いて外へ出してやりました。自分は内中の部屋部屋を開けて、ともかくも一安心したものか、平次のそばへ来てまたペタリと寄り添うのです。私は親分を口説く役を引き受けて、この間からつけ回しているんです。聞いてくださいな。声を落とすとさやさやと袖書きが鳴ります。第三章。俺を口説く？冗談じゃねえぜ。その気なら五年も前にいくらでも折があったはずだ。平次は目の前の煙でも払うように左手をうちわにして、この女のあやかしを払いのけるのでした。平次がまだ一人者の若いおかっぴきで、両国の水茶屋で働いているおしずと合いびきをしていた頃、お村の茶店を足場にして毎日のようにこの女と顔を合わせていたのです。でもあの頃の親分といったら、おしずさんに一生懸命でうっかり口説く隙もなかったじゃありませんか。若かりし頃のすっぱ抜きを平次も額にコテをかざして、照れ隠しの苦笑いをするのです。それから五年愛たちも失踪ろう。舞台は変わって水茶屋の場から大名屋敷。私は御主殿模様になって芝を数えては腹ばかり立てているけれど、親分は若いわね。冗談言っちゃいけねえ。もう30を越したぜ。
男は全く得ね。殿様のお申しつけで忠義のために銭形の親分を口説くとなると照れるわね。ご主殿模様が参らせそろと崩れて、濃い口紅が平次の頬のすぐ前に怪しくも微笑みをたたえるのです。頼むから筋を通してくれ。いきなりの色模様じゃ照れるぜ。おい、俺はまだ若いんだから。平次は少し避難しました。布団が半分はみ出して、頼りが置いていった茶が危うく冷たくなったままこぼれそうになります。やぶから棒で驚いたでしょうね。親分に会うとつい羽目を外して、私は決まりが悪い。でもおしずさんとの間を取り持った昔のことを考えると、つい5年の年月を一足飛びに逆戻りして、私が親分と相引きしているような気になるじゃありませんか。堪忍してください。私は本当に親分に惚れていたんですもの。おい、頼むから本筋の話を聞かせてくれ。俺は色ごとや苦節に来たんじゃねえ。懐に野暮な実手もあり、袖の中には鳥縄がとぐろを巻いているんだ。平次はこのまま飛び出そうかと思いました。これが金儲けや日常仕事なら、そのまま塀の岩道返しから四つ字の往来へ飛び出したかもしれませんが、この屋敷の中には女房のおしずとガラッパチの八五郎がどんな目にあって閉じ込められているか、それを救い出すか、せめては見定めるまでは色模様に驚いて飛び出せる平次ではありません。だからみんな申します。聞いてくださいな。でも私は親分の前で酔いたい。何をつまらねえ、おしきせの酒ぐらいはあるだろうじゃねえか。分け知りの殿様に抱えられているんだから。殿様のお指図で忠義の日のために天下晴れて親分を口説くんだもの。せめて酔ってでもいなきゃ間が悪くて本読みにかかれやしない。お村の村岡の壺根は立ち上がって戸棚を開けました。そこには酒の道具が揃っていて、お女郎の本部屋のタンスの引き出しほどの行き届いたからくりになっております。第四章。まあお一つ。お村は銀亀からとっくりを抜いて平次の手にチョコを持たせるのです。お村さんの知っての通り、俺は酒はあんまり強くはねえよ。それに仕事を控えていちゃ本でも身につかねえ。平次は好きなタバコを飲むのさえ忘れておりましたが、お村はここを鮮度と絡みついて、なかなか用事の拉致を開けてくれそうもありません。酒は嫌い、女も嫌い。銭形の親分はそれで世間は通るだろうけれど、5年前のことを知っている私の前ではそれは通用しない。さあ一つ過ごしてくださいな。私が毒味をするから。口紅で濡れた杯を顔を背けた平次の唇へ持って行くのです。飲みゃいいんだろ。それ一つ二つ三杯。ああ酔った。飲む舌から酔う酒があるものですか。それに飲みゃいいんだろうは憎い口。痛えな、お村さん。おつぼね方でもそんな手は流行るのかい。膝をつねられて平次は二三尺飛び抜きました。こんな官居の苦節になると投げ銭でも防ぎきれません。ねえ親分、私の鉄火なところが気に入ったそうで、道部醤油様に身請けをされたんだよ。遠乗りが減り、馬の勘が高ぶって家来の者に任せ、殿様がもったいなくも私の店に休んだ時、ついいたずらっ気が過ぎて油をかけたのが悪かったのさ。お村の方は照れ隠しに杯を重ねて少し居崩れました。皮膚の肩が滑って頬がほんのり染まると、青い眉がものすごいほど美しくなります。身請けに違いない。私が水茶屋の主人から借りた金が10と1両、少しばかりの小遣いと着物をこさえた借金だけ。千両箱を積むほどの借金じゃないから、38,000石の殿様にしてみれば姉様人形一つ買うほどの入費でもない。私は金門先ぼこの行列と言いたいが、お風呂敷一つで金森家の中屋敷に乗り込んだのさ。そこは噂の通りの女子が島。私は客商売で叩き上げて
人慣れがしているから早速中楼閣に取り立てられ、若い人たちの取り締まりをさせられたけれど、本当は殿様のお目かけで1年近くも辛抱させられたわけ。お村の舌はアルコールに興奮して次第に滑らかに動きます。たかがお平の長芋様、3万8000石を手玉に取ってやる気で来ると大違い。この殿様と吉は素でもこんにゃくでも食える殿様じゃない。あべこべにこっちがカンカン脳を踊らされて、ご覧の通りの始末。かわいそうだと思ってくださいよ親分。生連れの殿様なんかと来た日にはこしとらの手に負えるものじゃない。お村は少しやけになったらしく、平次を口説くはずの役目も忘れて手弱で煽り続けるのです。それからどうしたんだ。平次もついもどかしそうに話の後を促しました。